回戦最後の試合を紹介します。先攻青コーナー MC ドタマ、後攻赤コーナー R ステイ。ビートは先ほどのエイトマンに戻ります。一回ビート聞いときましょう。これですよ、これ。はいはいはい、これですね。2回戦第8試合、先攻青コーナー MC ドタマ、後攻赤コーナー R して DJ エイメン、レディーファイ。1年ぶりだな、俺あの後帰って正月実家に帰ってずっと泣いてたら親父がお前心配して親父まで泣き出しちまったよ。いや、その屈辱か。いや、ここで話してやるぜ。王冠をへし折る。違うな、頭剥げすぎてこう隠すために王冠かぶってる。いや、そのロン毛汚らしいぜ、ヒップホップのゴン毛。いや、お客さん認めてるから俺は絶対したい。オッケー。いや、ロン毛とかは関係ない。お前は今年も所詮同契約、邪魔だ邪魔、そこどけ早く。俺には勝てないこの常備薬。親父が泣いた、家族がどうだ、そんな話しに来てんじゃねえんだ。仲間を遠ざけ一人で歌え、 MC ボスも言ってたぜ。そうだ、だからセコンドつけてねえんだろ。君と一緒だよ、同じスタンスでやってるんだよ。 Yo MC 来れば今日から俺が基準撤回させてやる、それが理由。 Yeah ワンツー、確かに3連覇すごいよね。君1年かけて声もでかくなったけど、インクムの雑になった。 Yeah 俺が次の時代の役王になった。 MC 来れば俺が基準、この場でその他の俺は死ぬ。お前は犬、客に尻尾振る。それだけしかできない、頭を振るに活用できない。アルバムを出した、ツアーもやった、ワンマンもやった。去年お前が出した弱点全部クリア。もうないだろ、つけいる隙は。一回どちらか一方声聞かせてください。先攻青コーナー MC ドタマ、後攻赤コーナー R して延長。先攻が青コーナー R して、後攻が赤コーナー MC ドタマ、余裕一本も譲ってないと思います。バチバチの互角、延長ビート DJ リュウ聞かせてください。先攻青コーナー R して、後攻赤コーナー MC ドタマ、延長 DJ リュウ、レディーファイ。いやー、チェキシーなこのフロー、お前は絶対乗れないよ。わかるか、頭の回転違うから、もうそのメガネも割れてるよ。 MC と玉はこんなフロー、ライブで僕ダグダラもよ。俺の方がライブ盛り上げてるし、アーティストとしてはお前の方がどうしろ。いえー、どうしろと、横の上どうしようと、知らんけどもお前はステージから落ちそうよ。いや、このままこっそうよ。いや、いや、いや、お前のメガネ陰を踏んだり踏まなかったり、どんなスタイルドラリクラリ、芯がブレすぎ。いや、ワンツー絶対ブレない、おや俺だってこうやって乗るんだ。血がふかふかな、アングラから這い出してきたね。なんちゃんバラバラみたいに体をバラバラにしてやるぜ、まだファッカー。イエーまずアルバム出してるけど超微妙だってなんか。いただきます、このアート。確かにワンマンやったけどお客さんガラガラ。イエー、この子やっぱりマザファッカー。イエーさあマザファッカーって、ごめんお母さんやっちゃった子でも、そのぐらい倫理観。イエー全くない、全然人気が。確かにワンマンはガラガラかもな、でも俺はいつもゼロから這い上がるラッパー。1回戦で2回も負け、それで2回目優勝して、そうやって俺はゼロから1までピラミッド上を登るだけ。いえ、お前じゃ勝てないぜ。いえ、分かってないぜ。いや、俺がワンマンを全部埋めてる時、お前はラップをやめてる。そんなもんだ、いつまで続くかこの体力勝負。お前を殺すアスリクショ、お前の頭にアトミックボーン。お鍋の商談やめろって言ってたけどさ、そうやって先の話してるじゃん。いや、次のワンマンで埋めたら俺やめてるって、やめてるわけねえだろが。まずこのままやってやる、俺だってファイヤーかってる。10年目ここだった。ごめん、これもお涙ちょうだいか。君はワンパターンのディスり方。いえ、俺は再現なく言おうの飛び役、こうやって発するぜ。いや、確かに3連覇はすごいけど、ギャグラップが頂点になる方が絶対すげえじゃん。
どちらか一方声聞かせてください。どちらか一方その声を聞かせてください。先攻青コーナー R 指定、後攻赤コーナードタマ。まずは R 指定。バイチーム、レディージャッジ。赤、延長。先攻が青コーナー MC ドタマ、後攻赤コーナー R 指定。ビート変わります。 DJ リュウ。それでは行きましょう。2回戦第8試合、先攻青コーナー MC ドタマ、後攻赤コーナー R 指定。 DJ リュウ、レディーファイト。平成生まれのポニーテールマイクをそこらに置いてけ。俺の方が調子ええ、やちゃうねえとか、君の言語ももう我が物にする。完全体セル、お前はこっからもう死んでく。イエワンツー、ちょっとマジむさ苦しくなったよね。3年前が可愛かった本当に。いや昭和生まれのクソメガネ、お前のラップにはフローがねえ。こんなフローなら誰でもできるわ、そんなスキル磨いたつもりか。おい、いやお前のギャグラップが1位、そんなことにさせへん、守るこの位置。ブンバイバイ、稲葉でもへんよ、お笑い野郎に容赦もね。バイバイヘイ、マジ濃いねんよ、揺るぎないぜ。君が立ったとこで二流の現場ぶちかましてやるで、スト2で言えばぶちかます飛竜昇天派。 Yeah その顔面へこますぜ。よてかそんなメンチ切ってこんな近寄ったところで、よ東京で一番メンチが怖い、サイモンジャンプさんって一人にらまれながら3回勝ってるから全然ヘレもね。俺もヒダニやエロンににらまれながら5連覇果たしてるからや。東京で何連覇、栃木地元を大切にしろや。ゲームスト2がなんや、ゲームはちっちゃい頃買ってもらわれへんかった。俺は貧乏、それでもヒップホップ、これで乗り上がって俺が実写。それでは判定お願いします。どちらか一方声聞かせてください。先攻青コーナー MC ドタマ、後攻赤コーナー R 指定。まずは R 指定、陪審レディージャッジ。赤、勝者 R 指定。UMB、最初から出てるんですけど、今年自分地元栃木県なんですけど、そこで優勝できて、今日も仲間が来てるんですけど、本当すみませんでした。試合をありがとうございました。いやーでもすげえ悔しいです。なあ、そこまで言って悔しいな。去年はもう本当決勝で結構もう体力の限界で後半何も覚えてなかったですけど、やっぱ今日はまだまだと悔しいです。あー俺もう何て声をかけていいのかよくわかんないです。いやー恐ろしい、もう育てないまあね、本当あそこまで来たら好みかなと最初は思ってたんやけど、うん、まあその言い合ってる間に、うん、なんかそのうん、ただすごいまた1年経って会話できたのが、ね、うん、何でしょう、その現場で会う、その普段会うとかじゃなくて、うん、なんかステージでバトルで会話するっていう、ね、やっぱ飛田さんもそうでしょうけど、うん、こうバトラーの会話みたいなのがやっぱすごい、やっぱ実感できたのが
なあ嬉しい、嬉しい、いやでも悔しいっす、それお客さんもその歴史を知ってるからさ、あうんすごいグッときたんじゃない、みんな、まあ実質の決勝戦といっても過言ではないぐらい素晴らしい試合でした。あーくっそ、でも自分自身は、うん、あの去年もここで決勝だったじゃあ R が来年出たら出る、あリベンジはしたいっすね、やっぱり。いや、R が出なかったら、え、なんすかその2択いや、去年ここで行ったんですけど、やっぱ次どうするって去年言われた時に、僕地元取ってないから地元取って戻ってきますっつって、今年地元取って戻ってきたんですよ、うんうん、去年2年実行だからちょっと自分の中では、うん、まあでも R だとは R くんもあったんですけど、やっぱりそれもちょっと、まあ去年言ったことがさ、うん、あの今年できたっていう、そうなんです、うん、あ半分はできたんです、うん、半分できた、うん、ね、だから今年もなんか言っとけば来年半分できるから、今ここで倍言っとけばいいんじゃん、倍、倍言っといて来年半分できたらさ、ほんまにやろうとしてたら、うん、なんでしょう、だから大きく 言っといた方がいいんじゃん、いや、強くなりたいっす、もっと強くなって、まあ、結局優勝したいってことですけど誰も負けたくないっす、いやもうみんなうまかった、めっちゃいい試合見せたから、うん、あいつはヤバいっていうのはみんな見たと思うし、だから絶対次に繋がることは間違いないと思うよ、去年も今年も慰めになってないかもしれない、いやいやいや、そんなことない、いい試合だったよ、ありがとうございます、みんなに夢をありがとう、なんか死んだみたいな2015年に、うん、もうお待たせしまくってるアルバムを出しますが、2015、そうです、ちょっとタイトルは、タイトルまだちょっと出さないですけどMC ドタマのソロのセカンドを出します、yeah.